の選手のクイズはこちら。この選手は今別のチームに移籍してるんですけど、前のチームの時に来た週刊 FP になりますね。ぜひ予想していただいて、動画の最後の答えチェックしてみてください。皆さんどうもこんにちは、イカクです。こんにちは、1月24日イーブットボールニュースやっていきたいなと思います。このですね、毎週水曜日のイーブットボールニュースでは、1週間の中で1本の動画には仕切れなかった細かい最新情報だったりとか、明日のアップデートに関する最新情報、がっつり1本の動画でまとめていきたいなと思います。今回もですね、こんな目次でやっていくんですけど、今日はものすごく内容盛りだくさんになってますので、ぜひ最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になるなって思ったら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。でまずはですね、こちらレイジスペシャルマッチを使用しようということで、なんと国内最大級の e スポーツエンターテインメント、レイジにて e フットボールが採用されて、レイジ e フットボール開催決定いたしました。しかも見て、このコーチ陣、ピカック令和チャンネルメッツ、大丈夫かこの大会ちょっと不安ですけど、まあでもね、e フットボール盛り上がってきてますので、全力でそこサポートしていきたいなとは思います。土曜日が本番で、なんと優勝したらアーセナル現地観戦ツアーがあるらしいんですよね。金曜日練習配信なんかもやりますので、ぜひ楽しみに待っていてください。全力で頑張ります。でこっからはですね、細かい最新情報をいくつか紹介していきたいなと思うんですけど、まずは e フットボールの公式インスタグラムで更新されたこちらの動画、コナミ主催のですね、ローマの年間最優秀選手にリバラが選ばれたみたいですね。まあだから何っていうのは現状ちょっとわからないんですけど、もしかしたら今後ブースター付きのビッグタイムリバラの搭載、そんなのもあるかもしれないですね。で同じく公式インスタからは、インテルのイタリアスーパーカップを祝う投稿っていうのもありましたね。まあ以前リーグ優勝した時にナポリとかバイエルンのね、優勝記念配布みたいなのも来ましたけど、もしかしたら優勝記念の何かがあるかもしれません。でイベント関連で言うと、実は月曜日からちょっと特別なイベントが来ていて、それがこちら、公式のですね、大会のファーストラウンドになるんですけど、結構ね、報酬面白いんですよね。チャレンジ1が1000インフットボールポイントで、チャレンジ2 50コイン、そしてチャレンジ3が5万 GP に、チャレンジ4スキル追加2枚と割といい報酬になってますし、これをですねクリアしていただくと、ラウンド2のイベントの出場権っていうのももらえますので、まぜひこれはやっていただきたいなって思ってますね。ただね、結構条件厳しいんですよね。チャレンジ4とかは5試合で9以上の勝ち点ということは、3勝もしくは2勝3分けになりますので、まあ割と大変なイベントではあるのかなって思ってますね。対人戦得意な方、ぜひチャレンジしてみてください。あとはこれを記念して、交換所に新しいユニフォームっていうのも追加されました。5000インフットボールポイントで、こちらのですね、 e フットボールオリジナルのユニフォームっていうのが使えますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。僕は買いません。であと細かいところで言うとですね、明日のアップデートからパックの仕様が変わるみたいで、簡単に言うとパックを買った時に選手の個別受け取りっていうのができなくなるみたいなんですよね。つまりこんな感じで、気になる選手だけ取って放置っていうのができなくなるので、ちょっと不便になりますよね。てかそうだ、これ残り22時間って書いてありますけど、明日のアップデートでこのね、クラブパックで受け取ってない選手がいる方は全部消えてしまいますので、皆さん注意してくださいって言いながら全部僕に返ってきてんだけどね。この後頑張ります。そしてですね、ここから結構メイントピックに入ってくんですけど、お知らせ見てください。なんと明日木曜日1月25日からバージョン 3.3.0 へのアップデートが決定いたしました。いや、この時期のバージョンが変わるアップデートといえば、中型アップデートじゃないですかね。最近始めた方に説明すると、ウイル時代からですね、だいたい2月頃に中型アップデートっていう、まあ1年の中でいうと2番目に大きいアップデートになるんじゃないかな。そんなアップデートが来ていて、メインの内容としては冬の遺跡の反映とリーグ戦前半の結果に応じた能力変動、この2つが入ってきて例年盛り上がるんですよね。まあちょっとね、タイミングとして早い気がしますけど、遺跡反映とか、それこそジローナの選手が軒並み強化されたりとか、そんなところも入ってくるんじゃないかなって思ってますね。もし通常選手を能力変動が入ったら、僕のチャンネルでもまとめていきますので、楽しみにしておいてください。まあと更新される内容としては、アジアカップモードの搭載ですかね。すでにプレスリリースで公式確定してますので、そのあたりも楽しみにしておいてください。でここ見てほしいんですけど、バージョン 3.3.0 へアップデートを行っていただいた皆様へ抽選契約券をプレゼントって書いてあるんですよね。つまりガチャ券が配られるんですけど、これはね、週間のガチャ券ではないと思いますので、明日エピックもしくはショータイムガチャの搭載が確定だと思いますね。
ね。まあ、このタイミングだったらショータイムになるかな。まあ、ブリッツカブみたいに新スキルが来たら盛り上がりますけど、どっちかというと、まあ、前半の活躍を反映したリーグ別のショータイムなんかが濃厚になってくるんじゃないかなって思ってますね。明日のメンテ待機盛り上がりそうですね。でこのですねバージョン 3.3.0 のアップデートに伴って、実はいくつか獲得できなくなる選手っていうのがいるんですよね。具体的にはですね J1 と J2 の昇降格っていうのが反映されるみたいで、フィーフットボールは J3 が非搭載のため J3 に降格してしまったチームの選手はおそらく明日から新規獲得できなくなる可能性が高いんじゃないかなって思ってますね。そういった選手が欲しい方は今のうちに獲得狙ってみてください。さあそして本日のまあメイントピックはここになるんじゃないかなと思うんですけど、今 SNS で賛否両論を生んでいる新選手追加について話していきましょうか。先日ウィナーズ公式チャンネルより発表があったんですけど、なんとウィナーズからウンパルンパさんとケイゴさん、そしてお笑い芸人見取り図のリリーさん、森山さん、この4名が e フットボールに選手として搭載されることが決定いたしました。いやこれエイプリルフールでしょって思われた方いると思うんですけど、ガチの話なんですよね。しかも見てください、これ明日のアップデートで実装決定されていて、ある程度能力も決まってるみたいなんですよね。仮ではあるんですけど、能力それぞれ見ていきましょう。まずはウィナーズのケイゴさん、チャンスメーカーでプレースキックとキック力が高いんですけど、ただね見てほしいのがこれレベル上限4なんですよね。まああくまで仮の能力ではあるとはいえ全然育たないので、まあがっつり使っていくってよりはエンジョイ的な搭載ってことが分かってきますよね。今回の中だと一番総合値が高いらしいですね。さあそしてウンパルンパさんはこちらボックスボックスでバランスタイプ、波小さいがポイントですね。ただレベル上限がまさかの2、いや一番若いのに。ここからが見取り図のお二人、まずリリーさんはプレーメーカーでフリーキック系が高くなってますね。いやプレースキック80にカーブ82は普通に高くね。レベル上限は8です。最後は森山さん、いっちゃ面白そうな能力してるのがこの選手なんですよね。ターゲットマンでフィジボディ両頭型、しかもセンターフォワード登録なのにゴールキーパーまで音的性あるんですよね。いやこれ結構面白くないか。まあ、完全にですね4人ともエンジョイに振り切ってるので、まあ、これはこれでいいのかなって思いましたね。で一見ですねこれだけ見ると見取り図のお二人の方がウンパルンパさんとかケイゴさんよりも能力高いやんって思われるかもしれないんですけど、動画でですねサッカー能力テストっていうのがあって、その結果に応じて能力が下がったりとか上がったりするみたいなんですよね。まあ多分ねケイゴさんとかウンパさんはそこで能力上がるのも含めて初期値は低めで、ミトレズのお二人はおそらく下がっちゃうので初期値が高めに設定されてるんじゃないかなって思ってますね。でこのですね4名の実装について SNS を見てると、まあ賛否両論どころか僕がフォローしてる e フットボールかなり楽しんでる人からすると結構批判の声が多いんですよね。まあ具体的にはプロサッカー選手に失礼とか、他にもっと実装すべきことあるだろうとか、まあこの辺りの意見が多かったなって印象ですね。でこれに関してちょっと僕の持論語ってもいいですか。まあ一応先に言うと本当にこれ僕の一意見です。最近ねコナミさんと一緒にイベントとかやってますけど、一切そこに忖度はないし何もね事前に教えてもらったりもしてないので、そこは前提として理解してください。なんかこうやって毎回説明するのもおかしいんだけどさ、言わないとなんかいろいろ言われちゃうのよっていう前提の上で、さっき言ったこの2つの意見に関してなんですけど、僕もまあ概ね同意ですね。同意するんかいって思われると思うんですけど、てかね、まあ、みんながそう思うのは当然だと思ってて、まあ、特にね予告されていたマスターリーグとかクロスプレイとか、そのあたりがうやむやになってるからこそ、まあこういう意見が出ちゃうのは、まあ、当然なんじゃないかなって思ってますね。でそこに関しては結構みんなの気持ちもわかるんですけど、同時に思うのは e フットボールがこれからもいいゲームになっていくためにはユーザーが増え続ける必要っていうのはあるので、そのために新規ユーザーを取り入れるってことも絶対必要だなとは思ってるんですよね。で実はですね今までのウイレの歴史の中でも、まあウイレアプリ時代で言うと、まあスシローとかマックとかとコラボしたりとか、実はですねサッカー選手以外でもウサインボルトが搭載されたりとか、そんなこともあったりしたんですよね。まあ、あと結構昔ですけどペンギンの着ぐるみモード、これも一部の人には人気だったりしますよね。まあそういうですねお遊び要素というか、サッカーとかウイレ興味ない人にも刺さりそうな企画っていうのは実は以前にも割とあったんですよ。まあ、なので僕らみたいなですね既存ユーザー向けの機能実装とかアップデートと、こういうですね新規ユーザー向けの企画っていうのは、まあ、全然別で考える必要があるのかなとは思ってますね。まあ、僕も社会人ね 3,4 年やってたので分かるんですけど、まあ、コナミさんほどの大企業ならチームも新規向けと既存向けで分かれてると思いますので、まあ、そこを一緒くたんに批判しちゃうのは、まあ、ちょっとかわいそうなんじゃないかなって気持ちもありますね。っていう前提だと、まあ、もっとやるべきことあるだろうって理論は言いたくなる気持ちはめっちゃ分かるんですけど、まあこれ仕方ないの
のかなって思ってますね。一応今回の4名だとウンパさんとかも交流あるので、まあまあウンパさん嬉しいなとかって気持ちはあるんですけど、まあ個人的には普段僕がイーフト楽しんでる範囲ではあんま関係ない話なので、まあどっちでもいいなっていうのが本音のところですね。でまあ、イーフットボールって良くも悪くもサッカーゲームなところが永遠の課題だと思ってて、もう超いい面としてはサッカー好きなら自然と取る道じゃないですか。これはめちゃめちゃでかいですよね。リアルサッカーとも連動してるし、サッカー好きにとってたまらないゲーム、ここはものすごくいいポイントだと思っております。ただまあ逆に言うと、さっきも言った通り良くも悪くもサッカーなので、サッカーに触れてこなかった人とかはもうこのゲームと出会うきっかけっていうのもなかなかなくなっちゃうんですよね。そこをですね乗り越えて新しいユーザーを増やしていくためには、まあコラボだったりとかエンジョイ要素っていうのが大事になってくると思うんですよね。まあパズドラとかモンストがコラボ連発するのも同じ理由ですね。まあそういう意味では今回の4人の追加っていうのは、4人のファンの人がサッカー全然知らないけど、まあ e フットボールに搭載されたなら使ってみようかなとか、まあそういうきっかけにはなると思いますので、チャレンジとしては僕はどちらかというと賛成かなって思ってますね。まあこれができるなら、例えば今後ですねイナイレコラボでイナイレの選手がイブットボレーで搭載されたりとか、そういう世界も見えてくるんじゃないかなって思ってますね。ただ皆さんの言いたいことめっちゃわかります。この時めちゃめちゃ大事なのは、あくまでイブットボレーっていうのは現実世界で活躍するプロサッカー選手が主役であること、この前提は絶対に崩しちゃいけないと思ってますね。そのプロ選手を差し置いてめちゃめちゃ能力が高かったりとか現実離れする技とかが混在しちゃうと文句が出てくるのは当たり前だし、僕もそこに関しては大反対ですね。まあ、なので今回みたいにですね能力も結構低めにしたりとか、まあ、なんか強い能力でも専用のイベントでしか使えないとか、まあ、そういう前提だったら、まあ、僕は全然新しいチャレンジとしていいんじゃないかなとは思ってますね。まあ、そんな感じかな。ちょっと語りすぎましたけど、割とですね SNS でいろんな意見がありましたので僕なりの意見まとめさせていただきました。ということでラストは周回予告のコーナー行ってみましょう。5時間後の自分頼んだ。はい、ということでついですね今もう何分前だ、4分前に明日の週刊予告が来たんですけど、ちょっと待って、これもう画像的にこれまずバルセロナのフェラントーレス確定です。これは確定なんですけど、右の上がる能力見てください。オフェンスセンス、ボールコントロール、決定力、瞬発力、今までにないぞこれ。はい、まあ新ブースターともね、あの上に書いてありますけど、スター持ちで出てくること確定いたしました。いやこれ楽しみだな。ってことはこのフェラントーレスはあれかな、ガチャ搭載の方になるかな。やはり予想通りハイプの方はメインパートナー以外の違う選手になってきそうですね。はい、ということでいやちょっとね盛り上がってきてますね。明日はさっきも言った通りアップデートもいろいろ入りそうなので、楽しみにしながらメンテ上げ待っていきましょう。ということで本日の選手のクイズはこちら、マディソン選手でした。当たった方高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。